特にそのホームグラウンドがなくて、そういった意味では皆さんに試合の状況をとかプレーしている姿はなかなか見せることができなかった。で、去年の春に小川町で人工芝をしっかり整備していただいて開幕戦を迎えて、グラウンドの近くが仮設住宅とか公営住宅に囲まれたところなので、そういった意味では多くの人が来てくれたと思っています。だから何ですか、皆さんが住んでるところにあるホームグラウンドとしてもう少ししっかりみんなにいろんなことを伝えていきたいなと思ってます。そうですね、今年はある意味10年目っていう一つの節目だし、その100年続くクラブを作ろうって始まって大きな節目だと思うんですね。そういう中でチーム自体も強くなってきてるし、戦術も発揮してきてるので、上がある以上今年は行きたいですよね。絶対目標である JFL 昇格っていうことがまずは一番の目標なので、去年のから残っている選手をベースに、今年は素晴らしい選手も、新しく入ってくれましたので、その融合をきちっとできるように、私は監督としてサポートし、シーズン終了後には必ずや、皆様とまた、喜びを分かち合いたいと思いますので、今後も、ぜひ厳しいご指導も含め温かいご支援のほどをよろしくお願いします。昨シーズン達成できなかった東北リーグ優勝を、目指して、そして地域決勝で勝ち上がって必ず上のカテゴリーで、次のシーズンを迎えられるように、選手スタッフ全員で頑張っていきますので、今年も皆さん応援よろしくお願いします。10年目です。ぜひ最高の結果で11年目
次のステージに行きましょう。皆さん応援よろしくお願いします。